どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが2月2日の金曜日なんですけれども、今回の動画はタイガースの最新情報をまとめです。広く細かい複数選手の最新状況をお届けしていきます。各選手の細かな動きを知ることで、また違った見方もできると思いますし、前後関係、時系列の破綻なく一本見ていただき、 有益な時間にしていただけるよう、まとめていこうと思いますんで、よかったらキャンプの情報収集にご活用ください。では、早速お話をしていきますが、タイガースの最新情報をまとめ、今日からキャンプ2日目に入ります。まあ、昨日の初日、まあ、気温も本当に暖かくて、みんないいスタートを切ることができましたが、その中で、岡田監督の初日を終えてのコメントが出てきましたんで、まあ、そこも元に最新情報をお届けしていきます。で、まずご紹介していきたいのが、今シーズン2年目を迎える森下選手。まあ、森下選手といえばこのオフ、メジャーでも3冠王を 獲得したミゲルカブレラ選手を参考に新たな打撃フォームに取り組んでいます去年と大きく違うポイントとすれば体を回しきること、まあ、森下選手自身状態が悪い時はどうしても手打ちになっていたとだからこそ体を大きく回して打球を飛ばすまあ、そういうフォームに取り組んでるわけなんですが昨日初日森下選手は合計157スイングで作声が1本でそのことに対し岡田監督はゴロばっかりやったやんか打球上がったら差し込まれたポップフライばっかりやろ自分で飛番打ち方してるだけやないか 一軍で首をひねるなって言っとけって言うたわと、このように打撃コーチを通して助言。で、岡田監督の関心はバットにも及んで、グリップエンドが細い。マメジャーで最多、4256本のヒットを打った、ピート・ローズ選手をモデルとしたバットにも注文。ホームラン打ちたいっていうのと逆行してるやないか。ヒット4000何本も打つつもりなんかと。このように岡田監督から指摘が入りましたが、森下選手本人もキャンプ初日、まだ手応えはつかめていないものの、これからも継続していきたい。その思いは明かしています。角度をつけようと思えばつけられるんで、 キャンプ中なんで、しっかりスイングして、打球をホームランに入れるより、スイング自体、コンタクトとかにこだわってやっていきたい。t では悪くないんで、前から来るボールでできるか、自分が思ってきたことをやるだけなんで、そこでブレてしまったら、自主トレでやってきた意味がないと、このようにコメント。いや、個人的にはこの貫く姿勢、いいんじゃないかなと思いますね。やっぱり自分自身がいいと思って、まあ、試行錯誤して、このキャンプに入ってるわけですから、キャンプは今お試しの場ですからね。もちろん森下選手も争いに組み込まれてる選手ではありますが、より成長していくために取り組んでる もので、すからで岡田監督もその思いは組んでいて、まあ森下はまだ1年目やからな。まだまだキャンプ長いから大丈夫やと思う。いろんなことを試して、たどり着かなあかんわ。自分がいい感じになと、このように温かい眼差しも向けています。まあやっぱり我々ファンとしても森下選手にはもっともっと大きく成長してもらいたいですし、2年目の進化に向けて自分が信じた道を貫く、その先にいい答えが見つかるんじゃないかなということで、我々ファンとしても森下選手の2年目スタート、温かく見ていきましょう。さあで続いてもう一人、自分のスタイルを貫くといえば、 昨日の動画でもご紹介しました、ノイジー選手ですね。まあ、ノイジー選手は去年のオフ、新たに契約を結ぶ上で、岡田監督自らが、バットを立てて来いと、打撃フォームを見直してきてくれ、こういう注文というのをつけていました。まあ、だからこそ我々ファンとしても、まあ、昨日キャンプ初日、ノイジー選手の打撃フォームがどうなっているのか、ここ注目ポイントだったんですが、ノイジー選手は去年同様、バットを寝かせたままでした。で、そのことについてノイジー選手は昨日の時点で、岡田監督と話したと、ただ話した内容というのは明かせない。岡田監 監督が報道陣に話したいということであれば僕も話すけど自分から先に話すのはちょっとと、まあ、このように話をしていたんですでこういった一連の流れを受けて岡田監督からその会談内容が明かされるのかここも注目ポイントになっていましたが岡田監督はそのことについて言及昨日岡田監督はブルペンにいましたからノイジー選手のバッティング練習見ていないものの打撃フォームを変更していないことは承知していますノイジー選手との話し合いはすでにキャンプが始まる前に終わってたみたいですからねで岡田監督はそのことについてしっくりこない,っていう 立ててるっていう意味を説明もともとノイジー選手はバットを立てて打っていた時期というのもありますから、まあ、そこに戻そうとした際、まあ、ちょっと自分の中でしっくり来なかった。で、岡田監督との間で考えにちょっと違いがある。まあ、だからこそその辺のすり合わせというのを、まあ、二人の会話の中で行ったんじゃないかなと。まあ、これは昨日の動画でもご紹介しました。まあ、森下選手もそうですが、ノイジー選手もそう。まあ、最終的には全て結果が答えになります。で、ノイジー選手の場合、まあ日本 日本シリーズ第6戦、第7戦、寝かせたフォームのままで、山本義信投手、宮城投手から2試合連続ホームラン。まあ、ほんとバッティングフォームって自分の中でしっくり来なかったら、ずっと考え込んじゃうものなんですよね。まあ、ですので本人にしかわからない部分というのはあります。で、岡田監督と現時点で意思疎通が取れているなら、問題ないんじゃないかなということで、まあ、引き続きノイジー選手も、まあ、自分のスタイルを貫きながらのね、キャンプになるんじゃないかなということで、一体どういう結果が残っていくのか注目です。さあ、ということで、昨日のキャンプ初日、様々な流れというのはありま がとにかく天気がいいまあ、これファンとしても気持ちいい部分ですよねまあ、昨日1日沖縄の最高気温は25度で岡田監督は過去のキャンプを振り返り初日雨の時だけ B クラスなよな2004年だからそれを考えたら天気良すぎよとこのように吉兆でたまりますこのようにキャンプ初日それぞれの選手がスタートを切りましたがその中でちょっと心配な情報として出てきたのがビーズリー投手のコンディション不良ですというのもビーズリー投手は初日からノースロー調整キャッチボールに参加せずノックでの早急 は下から行いましたデビーズリー投手は練習後、状態があまり良くなかった。岡田監督と焦る必要はない。キャンプ中に状態上げて練習しようねという話をしている。 状態を良くしてからやった方がいいなということで、今はいろいろセーブしていますと、このように現状を説明。で、岡田監督もビーズリー投手については、張りがあるとか言ってたな。まあ、このクールは投げへんと思うわ。二軍に行くほどとかじゃないけどなと、このようにも説明しています。まあ、ですので、ノースロー、コンディション不良というワードだけ聞くと、まあ、ちょっと心配になりますが、まあ、現時点では二軍で調整するほどではない。まあ、とにかくこのクールは安静にしていきながら、まあ、次のクールぐらいからね、ボールを投げるんじゃないかという流れです。まあ、以前の動画でもご紹介しましたが、ビーズリー投手本人はもうやる気、 満々ですからね。ただ、ビーズリー投手の去年の流れというのを思い返すとま1、あ、度岡田監督から指摘が入って、もう全然スケット選手が投げないとまあ。当時ブライアンケラー投手とビーズリー投手が1年目でしたが、岡田監督から指摘が入ってビーズリー投手はペースを上げたんですよね。で、一方のブライアンケラー投手はマイペース調整貫いてまあ、結果が残らなかったというところもあってで、その一方ビーズリー投手は投げて状態上げていき。まあ、実戦での登板というのもあったんですが、2月の末、まあ、オープン戦でビーズリー投手は右足の。 コンンディション不良まあ、今回はおそらく上半身のコンディション不良かなと予想されますが、去年もビーズリー投手は体を痛めてますからね。まですのでそういった流れというのも踏まえつつ、スロー調整になってるのかなというふうに考えます。まあ、ビーズリー投手も先ほどご紹介したノイジー選手と同じくですよ。しっかり岡田監督と意思疎通が取れていて、その岡田監督から焦る必要はないと。まあ、この一言をもらえてるだけで、まあ、これからの調整だいぶ変わってくると思いますんで。先発中継ぎ両方できて日本野球 監督はここののりビーーーズズリー投手評価しししててまますすかからら必必ず今シーズン連覇目目指す上で必要戦力これからの調整も注目していきましょうさあ、このようにスケット選手に関して様々な情報を出てきていますが、本日キャンプ2日目、一つ注目ポイントになりそうなのが、新スケット、ゲラ投手のブルペン入りです。というのもゲラ投手は昨日の初日時点ではブルペンに入っていません。実は本人、ブルペン初日に入る気満々だったんですが、ここは逆に岡田監督がそんなに焦らんでええと、まあちょっとストップをかけたと言いますか、まあちょっとスロー気味なスタートになった んですよね、ただもうゲラ投手は投げる気満々で今日にはブルペンに入る予定でゲラ投手は初日を振り返りみんなで楽しくできたのは良かった練習で真剣に取り組んでいくことが試合では出るんで引き続きやっていきたいいい一日を送れたと思いますし優勝したチームの一員になれたのでいい時間を過ごせましたとこのように充実感も漂わせていますまあ先ほどもちょっと触れましたが去年春のキャンプ新スケットのブライアン・ケラー投手が春のキャンプでほとんどブルペン投球を行わなかったで岡田監督はその姿を見て日本の野球舐めとったらあかん でと、まあ、かなり怒ってましたよね。で、これにより岡田監督の信頼を失ってしまい、ブライアン・ケラー投手はペナントレース、一度も一軍昇格なく、7月に退団。どうしても我々タイガースファン、この流れを知っていますから、ゲラ投手は大丈夫か、まあ、ちょっとそういう気持ちにはなりますよね。ただもうゲラ投手はやる気満々ですから、このあたりの心配は一切ないでしょう。で、ゲラ投手は今後ブルペンで投げていくにあたり、アピールポイントはシンカーだと断言しています。 状態は100%だし、楽しみだよ。シンカーを見てほしい。自信があるし、ウイニングショットなんだと。平均球速150キロを優位に超えてくるハードシンカー。2019年にゲラ投手はピッチャーに転向しましたが、2020年にそのシンカーで101.7マイル、実に164キロを計測。まあおそらくこのキャンプ、投げ込んでいくゲラ投手の姿を見るために、他球団のスコアラーも目を光らせるでしょう。まあシンカーの軌道、まあ自らがウイニングショットと語っていますからね。間違いなく注目されるポイントだと思いますが、それでもゲラ投手隠すつもりは 日本野球にしっかり適応しようという姿も見せていて、ミエセスよりはもう日本のことを知ってるつもりだよ。文化も含めて、日本のいろいろなことを学びたいと思っていますと、このように研究熱心、ナイスガイ。もう来日してすぐ、自分の家みたいな安心感があるよと、まあ、こんなコメントも出てるぐらいですから、すぐにチームに溶け込んでいけるんじゃないでしょうか。日本1年目になるゲラ投手もそうですし、それぞれの選手、まあ、これまで培ってきた経験、で今年試そうとしていくものは人それぞれ違いますから、まあ、岡田監督はこれバッティング中心のことではありますが、 まこれから自主トレの成果を出す期間についてすぐに結果なんて出えへんこれやと思ったことを地道にやって最終的に結果が出たらそれは自分のもんになるけどな結果が出ないからちょっと変えようとか繰り返したら絶対自分のもんにはなれへんわとこのようにもコメントをしてるんでやっぱり我々ファンとしても選手それぞれが送ってきた自主トレ期間がありますからそこを試す場がこのキャンプですさあそれぞれの選手が一体どんな成果を出していってくれるのかその過程というのもね引き続き楽しんで見ていきたいなという風うに思いますはいということで今回の動画では

ったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです皆さんのおかげでこの阪神情報局、チャンネル登録者5万2800人突破、いつもありがとうございます皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます次は目指せ、チャンネル登録者5万3000人ということで今後とも阪神情報局、何とぞよろしくお願いいたします。 ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日トラホーありがとうございました。岡田監督も話していました。すぐに結果なんて出ない。これはどの世界でも共通する部分だと思います。それぞれの選手がどんなキャンプを送ってくれるのか楽しみに見ていきましょう。ではまた。